新正則。さあリベンジマッチ、昨日もまたここは荒れました。しかし川島正則がやはり勝ったというところ、なんとしてもこれ中村の技術的川島正則、ここを倒したいという思いはいっぱいだ。まずは中村直樹が先行、そして後ろから壊した、もうビチビチになる、バチバチになる、すごいとこにいる、すごいとこにいる、さあどうですか、わずかいった、わずかいった、すごいとこに入っている、いい位置にいる、いい位置にいる、くっついた、くっついた、くっついた、すごいところに入っている、大丈夫、また入っている、また入っている、これが使いどころ、もらった、またちょっと今戻りがあった、小足が最後エアピンでちょっと戻りがあった。そこまでは完全に味方遠いでビタビタできた小足、もう俺最後フルマークいくかと思った、はい、ですよね、うん、3ランクいくと思いましたけどね、いくと思いましたよ3ランク、はい、ここまでずっと S 字まではこの1コーナーなんかやばいですね、これやばい、でここ行き場がなくなると思いきや先にね、はい、うまく生かしたんですよ、はい、ここを待って待って合わせ、ずっと合わせて、でここうまく抜いて、はい、そしてもう一回入り込んで、最後のヘアピンの入り方だけちょっと失敗したんですね、 そこだけですね、はい、ここも完璧でしょ、完璧ですよね S 字、そしてここです、ここです、この位置を間違えた、アウトに飛ばせなかった、この位置を間違えた、だからといってこれ戻ったわけでもないで、ここでちょっとちっちゃくなっただけというとこですよね、これだけ合わせてれば、いよいよこれを後追い中村直樹、これ野田さんワクワクしますよ、中村取り返しに来るはず、なんとしても壊し、ここを止めなくてはいけない、さあ使いたまらない、すごいところを行きました、しかし接触、その分遅れた、いやこれは褒めた、やばいですね、やばいね、やっぱ取り返しに来たね、はい、この1セク2セクやばい、追突するかと思った、はい、本当にもうなんで当たんないんですかこれがと思ったら、ここでやりましたね、角度もすごいよね、はい、あここで当たったんや、あのね、はい、結構小橋選手もね、はい、思いっきりつけてきましたね、振り込んできたね、はい、小橋選手の角度がかなりついてた状態で、うん、思ったより中村選手がうわっと思ったでしょうね、今なったような気しますね、はい、ただしそれによって接触が起きてしまって、うん、はい、その後の遅れが出たというところ、いやすごいね、すごいです、あのもうリスク抱えて、はい、もう行くしかないんで3ランク取りに来たと思います、あのね、多分ストレートの最初の1個目の振り出し、はい、あ、まあその1セクですよね、はいはい、